淡成丸は東京大学海洋研究所の海洋調査船。2004年の国立大学独立行政法人化の際に海洋研究開発機構に移管された後、2013年1月31日に引退した。後継は新青丸。相模湾や駿河湾、熊野灘、三陸沖など、主に日本近海で海洋生物、地球物理、科学、地震などの調査研究を行っていた。観測作業時に要求されるきめ細かい操船性能、針路保持性能などを確保するため、バウスラスタに自動繊維保持装置を備えている。エンジン等も高速から低速まで観測に適したあらゆる船速を長時間維持できるよう工夫されている。またこのクラスの船としては初めてハイブリッド航法装置を導入し、研究航海で要求される精度の高い繊維測定を保持。研究室スペースは船体中央部付近に設置されており、作業の効率化のため、後部の観測作業甲板と直結させている。約53平方 m の研究室は、船首部のドライ研究室、中央部のセミドライ研究室、後部のウェット研究室から構成されているが、机等の配置替えによって様々な分野の研究活動に適合できるように、仕切りは設けられていない。ありがとうございます。